お侍、アザモウラを取り返すため、お力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる？で、どこに囚われた？一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る？門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。 待たせてしまったな。
怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか鍛冶屋もお助けください。どこかの家に囚われているはずです。新しい網を作れ。ほら、来い。うわぁ！いかにも蒙古の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。
どこかの家の中に鍛冶屋も囚われております。助けてやってください。安心するな、行け。まずは奴らを。この縄を切ってくだされ。待たせてしまったな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。締めたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。
これからも頼むぞ。